まあ、フォアハンドが安定してくるとこうゲームプランもこう安定してできると思うんですね。ただやはりこう計算をしてフォアハンドを打ってるのにミスになると、まあ、ちょっとこう慌てる原因にもなりますよね。笹生選手としてはフォアハンドで行き過ぎないことだと思います。表ソフトのボールも合っていないので、その表ソフトで返すのと裏ソフトで返すのをこう混ぜながら相手のタイミングを外すことが必要です、ね。はい、どうしても点数が欲しくなるとフォア側でフォアハンドの強打ですね、はい、それが逆に合ってしまう、はい。第3ゲームです。日本生命笹尾のサービスから始まります。手前です。最後は笹尾のフォアハンドドライブがオーバーです。そうですね、今もフォアハンド主体のプレーでした、はい、で徐々に台から下げさせられてしまっていると。今はいいですね、はい、バックで緩急を使いました。緩いボールの後にスピードボール。効果的にバックサイド回り込んでフォアハンドで攻めると。フォアハンドドライブです。笹尾のブロックオーバー。セスです。これも出てきましたね。スリーワンです。徐々に集中力も高まってきました。飛びつきます。追いつかせるようなレシーブでした。ワン、はい、効果的にバックストレートも使うようになってきてますよね。セルフトークも出てきました。雰囲気が出てきました。ネットインです。サービスエースです。バック側に長く下回転系を多く出してますよね。それでこのゲームはネットミス2本です、はい、サービスエース2本。岩田笹尾です。厳しいところから返球ですが、本当に一社の選手は粘り強いですね。そうですね、はい、徐々に平野がリードを広げていきます。これで2-6です。フォアハンド3-2、5点差です。また効果的にバックストレートを使いました。少しサーブの配球が単調になると、はい、狙われてしまいますよね。
厳しいバックハンドでした。これで 9-2。 すぐさまサービスの構えに入りました。ここも逆をつきます。マッチミンというわけではなくて、笹川の動きを止めるかのような。そうですね、相手を見ながらコースを選んでますね。ペン2、平野がゲームポイントを迎えています。大きなリードを作りました。ミドルからサービスを出します。一撃仕留めました。サービスを変えた笹尾ですが、平野が一発で仕留めていきました。11-2。まあ、今までバックに長いサーブがこう有効に効いていたんですけども、